今日はお忙しい中ありがとうございます。まずお名前を教えてください。西村渉です。まず花田学園を卒業されたのは何年前になりますか？新規本科を卒業したのが9年前だと思います。多分、はい、そんな感じになりますよね。はい、まず進級学校に行こうと思ったきっかけは何ですか？大学生の時にトレーナー活動を始めて、で医療資格が必要かなと思って、でどこの専門学校に行こうかなと考えていたところで、チームドクターの先生が花田学園を勧めてくださったので、そこで花田学園を受験しました。大学はどちらですか？玉川大学で体育のコースに行ってました。なるほど。じゃあ勧められて、まあ、花田学園 AT の目指す方が結構たくさん来るところだからっていう理由だったんですかね。はい。で、そうなると、じゃあ進級を目指したっていうよりも、もうもともとアスレチックトレーナーになろうと思って進級学校行ったっていう。そうですね、あの進級っていうよりも本当柔性と進級どっちにしようかなっていうところからだったので、進級を取りたくて来たっていう感じでもなかったですね、最初は。で最初はっていうと、だんだん変わってきた。そうですね、進級で良かったなって今は思ってますね。それはどういう感じで？やっぱりスポーツの現場にいると、まあ、いろんなこう問題が、まあ、選手の怪我とか病気とかって出ると思うんですけども、まあ、基本的にはドクターがいればドクターにお願いするんですが、まあ、僕らの範囲で対応できるとか、僕らしかいなくて僕らがやらなきゃいけないっていう時に、進級の方が圧倒的に役に立つという印象はあります、ね。現場で針打たれたりとかはありますか？はい、しょっちゅう打ってますね。じゃあ本当に中世よりもその場でできる処置が多いっていう印象ですか？はい、あの遠征先で朝起きたら寝違えてたとか、枕が違うので首がとかいう選手がいても、まあ、それなりに改善させて試合に出れるとか、まあ、ぎっくり腰にも、まあ、対応できるので、その辺だいぶ役に立ってますね。で今は女子のチームついてるので、まあ、女子のチームも見てるので、女性的な疾患だとか問題だとか、まあ、あと内科的なところも結構出てくるので、そういうところのアプローチが、いいかなと、役に立つかなと思ってます。今女子も見てるっていうお話あったんですけれど、在学中から今ここ、まあ、女子のチームも見ているっていう、こう編成も簡単に差し支えない程度で教えていただけますか？大学の頃から大学の、女子バスケ部でトレーナーを始めて、本科、花田学園の本科に在学中も女子バスケ部をずっと関わらせていただいていて、で本科と、まあ、AT 専攻科も出たんですけども、 AT 専攻科を出た後に3年間バスケットの、トップリーグ、男子のトップリーグのパナソニック、大阪にあったチームなんですが、もう今はなくなってしまったんですけども、そちらで3年間男子を見て、でその後、日本バスケットボール協会の専任のトレーナーになって、まあ、代表チームメインになるんですけど、育成のカテゴリーと、もうアンダー16とか15とか小中学生のところから、一番トップのナショナルチームまで、関わらせていただいて、で今もまだそれはやってるんですけども、それと並行してまた大学の母校ではないんですけど、大学の
女子バスケ部と母校の男子バスケ部も時々関わらせてもらってます。じゃあもうずっとバスケットに携わるっていう形なんですね、はい、他の競技は見たことは他は、学生の時に一番最初関わったのはハンドボールだったんですけども、まあ、チームにべったりくっついてたわけでもなくてちょっとトレーニングのところだけとかっていうような感じで、今回の在学中にアメリカンフットボールの、いわゆるちょ言い方が合ってるかわからないですけど草アメフトみたいな形、はいはいはい、草野球的な形のアメフトのリーグが、うん、でも一応全国展開しているリーグがありましてそちらの、リーグトレーナーっていうんですかねそのどこかのチームにつくんではなくてリーグのトレーナーで、まあ、何もそういうふうに登録してる方がいるんですけどもそれで行ける人が入れ替え立ち借り行くんですが行って、両チームの怪我の対応をするとかっていうのはやってました。じゃあそれは試合の時だけ行ってっていう。はい。でもバスケットと例えばそのアメフトだと結構コンタクトスポーツだったりするから怪我の種類とかケアとか違ったりしますよね。そうですね。コンタクトっていうのとアメフトとラグビーって。まあ、ちょっと前だいぶ前からもうコリジョンスポーツ接触っていうよりも衝突のスポーツになってくるので、うんうん、バスケットよりもはるかに怪我の重篤さが違う脳震盪の度合いにしてもそうですし股関節脱臼が1日に2件出るとかそういうことも、まあ、もちろん草アメフトなので日頃トレーニングできてない方々が日曜日集まって試合するっていうリーグなので余計に危ないんですけども、まあ、そういったバスケとは違ったさらに重篤な怪我を、まあ、勉強させてもらったという形ですか、ね、なので、バスケでちょっと大きめの怪我が出ても、まあ、そんなに動じなくはなりますから逆にずっと同じバスケットについてるっていうことの有利さってたくさんあると思うんですけれど、なんか例えば負傷した時にすぐ当たりがつくとかそういうことってありますか？そうですね、うん、まあ確定診断はもちろんできないんですけども、あ、怪我したなっていう時にそれがまあ本当に休まなきゃいけないレベルなのか、ちょっとまあベンチ下がって少し休んだらすぐ出れるのかっていうのは、まあ、大体は100発100中ではないですけど、もちろんなんとなくは分かるように、うん、キャリアっていう感じですか？そうですね、もう感覚のところになってしまうのでなんとも言えないですけど、もう卒業して随分時間が経ったとは思うんですけれど、学校で学んでよかったなって思うこととか未だに覚えてるなっていうことはありますか？基本的には僕はその真面目な学生ではなかったので結構休みがちだったりも多少あった年もあったりとかしてなんですが、まあ、ちょうど同じクラスの3分の1ぐらいがトレーナーをやってる人だったっていう中だったので、休み時間に、まあ、現場の話をしたりそれぞれの競技の話をして話を聞いてそれが勉強になったりとか、朝早く集まってテーピングの練習をしたりとかっていうのは本当に役に立ったなっていうのはあります。いまだに同級生のエディ仲間っていうのは仲良く集まったりしますか？そうですね、会えなくても、まあ、今はSNS が結構、まあ、あるので Facebook とかでお互いの状況を確認してたりとか、そこでまあ連絡取ったりで、タイミングを見てみんなで集まって飲んだりとかっていうのもありますし、この前は代表の方のスタッフが足らなかったので、
急遽お願いをして、その時の仲間に手伝ってもらったりっていうのもありました。